の兄弟揃ってね、タコメーターの合わせ方が熾烈。ウィリーをしない程度とギリギリの加速をしていくあたりが上手ですね。さあ、ロケット加速をしてきました吉原選手ですけども、兄弟揃って大磯行けるかどうか、まずは C1 の激戦区を残れるかどうかが楽しみです。さあ、吉原選手180度ターンを回ってきまして、まもなく最後の回転に入ってきます。ただいまのタイム45秒771。